3月15日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて7円と44銭高 27,229円48銭でした。トピックスは 12.58 ポイント高の 1960.12 でした。日経平均株価4日ぶりに反発しましたが、わずか7円高、一応は反発です。プライム市場全体の 81%、 1498銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 16%、 307銘柄ということで、上昇銘柄数としては圧倒的に、上昇銘柄、全体の8割が上昇したんですが、日経平均トピックスとも指数としては小幅な上昇でした。マザーズ指数を見ますと、昨日に比べて 4.05 ポイント、0.5% の上昇でした。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均株価反発したといってもわずか7円。チャートで見ますと、窓を開けて一気に上昇分を吐き出したこのところの垂直的な下降トレンドの中での動き、昨日の値幅の中での今日も小動きです。かろうじて終値同士を比較すると昨日より7円高いという程度の反発でありまして、チャート形状からすると昨日のレンジ内と、まだまだ直近の下げ分を取り戻すという格好にはなっていません。昨日のアメリカ市場で、心配された銀行株、特に大手銀行株が買われていまして、アメリカ市場主要3指数、株価指数がいずれも上昇しました。これを受けて日本市場でもひとまずは安心感が強まったようですが、指数としてはまだまだ下げ分を取り戻すには至っていないと。わずか7円高で引けました。日本の銀行株も、一応は下げ止まった程度です。三菱 UFJ 今日は38円と50銭高でした。上昇率としては 4.7% とそれなりにありますけども、チャートで見ますと、一気にここで急下降して、なんとか、昨日開けた窓の中で終わっていると。下げ分を取り戻すにはもちろん至っていませんけども、一応は下げ止まりという程度の動きでした。また逆にこれまで金融株が敬遠されるここ数日買われていた鉄道株、電鉄株ですね、こちらに資金が逃げたようです。 JR 東は昨日はこのように大陽線つけて買われていまして、直近も強い動きでしたが、今日は逆に反落しています。177円安 2.3% の下落でした。今日の東京市場、プライム市場全体としては8割近い銘柄が上昇するという、それなりに、値上がり銘柄数多かったんですが、日経平均指数としてはわずか7円高、トピックスも12ポイント高と、小幅な上昇にとどまっています。アメリカのいわゆる銀行破綻に伴う金融市場の不安感というのを、一旦は昨日のアメリカ株の下げ止まりを受けて、東京も、一呼吸小休止を置いたという一日になりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。